そしてこのグリーン周りのバンカーあるんですけども、ここではですね、うん、ちょっと進藤さんにこのバンカーの砂、はい、この砂質をですねちょっと見ていただいて、はい、砂は大事ですもんね、うん、結構やっぱりグリーン周りのバンカー多いんで、はい、そのバンカーに入った時にどういう砂なのか。あ、一見踏んだ感じですごい柔らかいですね、うん、あんま目玉にならなそうですね。なるほど。結構砂自体にこう重みがあるというか、こう水分含んでるんで、まあ、昨日ちょっと雨降ったのもあると思うんですけど、結構これそんなにこうなんていうんですかね、目玉にはならないし、スピンは入りそうなバンカーなので、そのバンカー自体のこう砂質で言うとそんなに難しくはないのかなと。なるほど、はい、ただ、はい、こう鳴らし方、はい、だから溝がありますよね、はい、なのでちょっとこういう少しこう沈んだりする、そうなった時にこうクラブをなかなかこう綺麗に入れられず厚く入ってしまってボールにスピンが入らない可能性はすごく高いです。いいラインにボールが止まる確率がちょっと低い、うん、ちょっとこう沈んでる感じなんですね、イメージとしてはね、うん、まあ、とはいえあの深いラグに入って絶対寄らないとこうよりは、まあ、まだ計算はつくかなとは思いますけど、このバンカー OK なんていうところも出てきますよね、うん、ピンによってはね、はい、ロケーションによっては。いやいやいや、仕事だ。僕の仕事です。